さんこんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の桂木奈美とレブラ君です、そしてそして先週に引き続きまして、ゲストとして劇団野草会の岡野さやかさんにお越しいただいています。さやかさん本日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや先週はですね岡野さんの、まあ、意外なといいますか女優さんとしてのスタートから、はい、あるところまでをお聞きしたんですけれども、いよいよあの恵みへの誓いという作品に、出会うわけなんですが、最初どんな形でこの作品とはあったんですか？そうですね、うん、あの恵みへの誓いの舞台が、うん、初演が2010年だったんですけども、はい、2013年の恵みへの誓い第2章奪還っていうのを拝見して、その頃にはもうあの野草会のレッスンを受けてる時期だったので、ちょっとあの受付手伝うから舞台見たいなっていう気持ちであのその当時の制作の方に受付しますので見たいですって言って見させていただいたのがきっかけで、そうだったんですか。はい、あこんな舞台を野草会はしているんだなとすごい衝撃をやっぱり受けたんですね。でその2014年からあの政府と一緒に地方に回ってるんですけども、その地方公演の1回目から私もあの一緒にさせていただくことになって、でその時に信司監督からさやかちゃんはパワーがあるからっていうことで声をかけていただいたんですけども、パワーがあるからの意味をその当時はちょっと分からなくて、パワーが私はパワーを求められているんだなと思いながら、でも役を見るとすごい繊細な役だったんですね。そうですよね。そうなんです。私のパワーはどこで出すんだと思ったらあ発狂するとこしかないなと思って、はい、あの誓いの言葉を言って、うわーってこう発狂する役なんですけども、もうそこでしかパワーは出せないと思って、もうそこに焦点を当てて、もうやっているっていう感じです。そうなんだ、はい、美穂さんというね役なんですけれども、はい、でもあの誓いの言葉って日本語じゃないですよね。そうですね、北朝鮮の言葉です。結構いっぱい喋ってますよね。結構いっぱい喋っていますあれどうやって覚えたんですか？はい、あれ もうひたすらこう書いて、うん、言って自分が言ったのを聞いて、うん、まあ、寝て、うん、でもあのやっぱりどうしても立つと立ったり動いたりすると忘れちゃうんですね、うん、出てこないんです、あれだけ覚えたと思っても、うん、だからもう日々の稽古、恵みへの誓いの稽古で、うん、あのやらあの稽古をさせてもいただいて、うん、なんとかあの定着してっていう感じになります。なんかそれだけあのこうちゃんと入ってると日常生活でちゃんとこう切り替えられるのかってちょっと心配になったりもするんですけど、大丈夫なんですか？なんかその時によりますね、うん、その芝居が終わったらもうわーってこうすぐに抜けて、うん、片付けしなきゃっていうモードになる時と、うん、あれなんかまだ体がしんどいなっていう時とあります。どっちもだから日常生活にちょっとあの被る時もありますね。なるほど、うん、あの私は司会者として一緒にあの地方を回らせていただいていることもありました。毎回じゃないんですけども、何度も舞台は拝見してるんですけども、ちょっとね心配になってしまうのが、私自分が超寒がりなので、美穂さんたちすごい薄着してるじゃないですか、はい、結構な時間裸足だし、はい、あれ大丈夫なんですか？場所によってめっちゃ寒い場所で公演してることもあって。そうですね、ただ私はそれをあえてこう利用させてもらってるっていう、やっぱりそんな自分たちがその精神病院に入れられてる役なんですけども、そこってそんな暖房も効いてないだろうし、多分この寒さにが普通で、もっと寒いんだろうなって思うとだんだん寒くなくなってくるというか、震えも逆に芝居に生かせるから、それをちょっと利用するしかないって感じです。さすがですね。でも終わったらもう寒いし、あのご飯とか食べるときは必ずカッコン糖を飲んで対策を立ててみたいな、風邪ひかないようにしてます。さすがプロですね。まあ、北朝鮮そもそも日本より寒いし、その中でもね、あんな収容所というか精神病院なんか、さらに
なんか適当に扱われてそうだし、はい、そうです。太陽の光も入らないだろうから、うん、本当に寒いんだろうなと思って、それをちょっと劇場の天井とかを見て、うんうん、ああ閉鎖的だなとか、なんかそこもうまく利用しながらやらないと私はその持っていけないというか、役、うんうんをそうですね、演じれないっていう、ちょっと、うん、もうちょっとすぐ演じられたらいいんですけど、ちょっと時間がかかる人になってます。いやさすがのプロ根性ですよね、荒木さん。いや本当にね。でちょっとお聞きしたいんだけど、この間ね、もともとこの我々がやった、はい、よその国の時に、うんまあこの奥さん役が足りなかったわけですよね、うん、それで野口さんにどなたかちょっといい方ね、ほとんどボランティアになっちゃうけども、お願いできませんかって言ったらば、でもうすぐに岡野さんの名前がね、うん、出てきたんで、それ野口さんから言われた時はどんな気持ちでした？そうですね、その恵みへの誓いに出てるものとして、うん、この案件は断ってはいけないとちょっと思って使命を感じて、うんうん、でまた恵みへの誓いは野口さんが希望を持たせる終わり方を、うん、書き方をしてるんですけども、うん、こっちは本当にもう悲しみの救いがない感じだけど大丈夫と野口さんには聞かれたんですけど、そんなことは心配してくださってたんだ野口監督。ただ私はでもこれこそやらないといけないんだろうなと、これこそみんなに伝えていかないと世論も動かないし忘れ去られてしまうから、うん、やらせてくださいっていうことで、はい、参加させていただいていました。本当に、ね、来ていただいた会話あったと思うけど、ね、いや本当にありがたかったですね。もう野口さんになんとお礼を言ってよいものやらっていう感じなんですけれどもこういったなんか外部の団体から1人とか2人とかだけ声がかかって出演したりすることってちょくちょくあるんですか？あると思いますね、はい、なんかあとは自分たちでオーディション個人で受けて、うん、出たりとかもありますし、うんはい、声をかけていただいてちょっとずつっていうのもあります。あれのね通襲事件のあれの時もね、はい、通襲事件もさせていただいて、あれもまた自分が知らなかった事件でもあったので、うんうん、悲しい事件でしたね。そうですよね、あれもこうなんか希望の光が見えない内容ですよね、はい、でもなんか知らないのはいけないなとは思いました。こういう事件が本当にあったことは少しでも日本人というか皆さんに知っていただいた方がいいなとは思いました、うんまあ、そのあたり拉致問題と重なるところがあるのかなと思うんですが、実際恵みへの誓いとか今回のよその国で拉致問題に関する作品に携わられて、なんか拉致問題に対する見え方が変わったりした点ってありましたか？そうですね、うん、やっぱりニュースで、うん、2002年に5人の方が、うん帰っていらっしゃった時にニュースで見て漠然とあなんかすごいことがあったんだなぐらいしかなかったのに、うん、いざ関わらせていただいて、うん、もっと自分の身になって考えないといけない問題だなって思ったんです。なんか日本人としてとかでもなく、うん、人として一人の人間として、うん家族がいる人としてとか親しい友達友人親しい人がいる個人としてこういうことがあってはいけないし、なんかブルーリボンバッジ今日つけてるんですけど、ブルーリボンバッジの存在すら知らない人たちがまだたくさんいるっていう現実があるので、やっぱりこの野草会を通じてですけど、恵みの誓いという拉致問題に関わらせていただいたものとしては、うん、もっと責任を持ってこれからも活動していかなきゃいけないなとは思いました。ありがとうございます。荒木さん、ね、いかがでしょうか？いや本当にこの演劇で、まあ、私どもこのよその国は3回、うんね、恵みの誓いももちろん何回も見てますけども、まあ、それでこう伝わってくるものっていうのはね、ただこう紙に書いたものを読むとか、うんね、そういうのと全く違う
ね、こうそのまま生で伝わるっていう部分があるんでね、これ本当にそれはまあ我々ではもうできることは当然限られているわけで、ぜひまたねこれからもそういう機会があったら本当チャレンジして、もうドラマの数はものすごい数のドラマがあるわけなんで、やってもらいたいなと本当に思います。本当ですね。拉致問題もこう自分事として捉える人が増えたらもっと世論が動いて政治が動くと思うんですね。でそういった自分事として捉えられるようになるには演劇の力ってすごく大きいと思いますので、岡野さやかさんには引き続きというかさらなるご活躍を期待しております。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリックと、それからフォローもよろしくお願いします。ではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。